まもなく FOI ラジオの時間です。ウクレット通信笑わせてやろうと思った。今週もこの時間がやってまいりました。 FOI。あ、違う。何これが間違えた。普通に間違えた。びっくりした。普段言わないでしょ、それ。そうそう。皆さんこんばんは。こんばんは。ちょっと待って。皆さんこんばんは。オカルト捜査官のFOI ラジオです。本日の担当捜査官はナンバー39の D 山本とナンバー41の K 横山でお送りいたします。はい。この番組はオカルト初心者の我々がオカルト捜査官に扮し、一般人による一般人のための怪談をテーマに、身の回りの不思議な体験、恐怖経験などを捜査し、皆様にお届けする番組です。身の回りによって。はい。はい。やってまいりました。やってまいりました。オカルト、あ、違う、FOI。なんだっけ。ボロボロすぎる。この番組なんて言うんだっけ。この番組名前あったっけ。この番組は FOI ラジオなんだっけ。ラジオ FOI。 この番組の名前って何なの。実は怪談って書いてある。そうそうそう、うん、このほら FOI オカルト通信もあるじゃん、うん、確かにね。あれはさ、ちゃんとなんか番組のタイトルになってるじゃん、うん、これふわっと始めたからさ、うん、番組名がまだない状態で。だからなんかよくわかんないで、よく俺オカルトラジオとか言っちゃうんだけど、うんうん、オカルトラジオは違うよみたいな。FOI ラジオなんですか、これは。 FOI ラジオですね。でもその割にさ、うん、番組名言うのないよね。そうだね。俺だってこれない。そうだもんね、うん、こんばんは。皆さんこんばん は、 んばんは。オカルト捜査官の、うん、FOI ラジオです。言ってるじゃん。言ってるわ。言ってるわじゃないんだよ。もう2年半ぐらいやってんのに。そうや、 FOI ラジオでした、うん、そうです。 FOI ラジオなんです。そうです。今週は、はいはい、いやー、なんもない。なんだっけ、あれ出ましたね。はいはい、あの最強戦。あ、最強戦ね。最強戦出まして、はい、お疲れ様でした。はい、もう宣言通り、はい、初戦敗退しました。まあ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 、まあ、強かった。もう相手が、ね、苦心が悪かった、うん、悪い悪い。まあまあどっかに入ってたら勝ってたってわけでもないですが、うん、確かにね。はい、まあまあまあ、そんなねこともございまして、はい、まあでもこの後も8月9月と続いていきますから。最強戦は、はい、夏は最強戦です、はい、皆様ぜひ最強戦の動向をね、はい、しっかり追っていただければと。いい、はい、僕たちは完全にフェイドアウトしますので。最強戦何のことですかみたいな。埼玉と東京つなぐやつですかみたいな。ありましたね、そんなのみたいな。そんなのみたいになるんで、はいはい、そんな感じですけど、まあまあまあ、また参加できてよかったでございます。そうですね、はいはい、来年もまたチャレンジしますか、横山さんは。ついに出る。ついに出る。秘蔵庫が。実はビデオ審査で敗退していた秘蔵庫。昨年度敗退から。昨年度敗退から。立ち直れずにいる俺を。はい、はい、ということであれですね。いやー、どうでした、なんか今週は何かありましたか、横山さんの方は。今週は、はい、特にないですか。はい、あなたに何か未だかつてあったことはあったのだろうかっていう。なかったかもしれない。そうですね。あ、なんか、はいはい、あったかもしれない。なんか昨日家帰った時に、うん、昨日家帰った時はあれだけど、うん、なんか最近3回ぐらい、うん、遭遇したんだけど、うん、この家のさ、マンションの外の扉、なんて言うんだろう、オートロックじゃなくてさ、俺は階段が外に面してるから、うん、その外門みたいなのがあるんだけど、はいはいはい、自動で内側から鍵がかかるようなやつ。かからない。あ、かかんないやつ、うんうん、もうなんか一応門がだけがあるみたいな、はいはい、マンションにね、うん、あって、そこを入っていくんだけど、なんか帰り道歩いてたら、うん、前におじさんが歩いてて、うん、うちのマンションにパッて入ってったの、うん、はいはい。で、あの住民の人とさ、うん、顔合わせするの気まずいから、うん、あの部屋数少ないし
最近ストリートファイターで叫んでるから、はいはい、迷惑がられてる可能性があると思って、あいつの声だってなるかもしれないですね。そう、こんにちはで、ね、そうこんばんはこんばんはでね、うん、てめえってなるかもしれないからお前うるせえんだバチバチって言われるのが怖くて、うん、なんかおじさんが入ったのを見てぐるってもう一周家の周りを回って、うん、5分ぐらいかけてね、うん、あの一ブロックを回ってもう一回入ろうとしたの。不審者すぎないそのムーブしない？そういう普通に入り口のところで30秒1分ぐらい待ちゃいい話だ、うん、だってそんなあいつ待ってやがるみたいなさなるかなと思ってぐるってだからバレないようにさ、うんはいはい、いや別に僕初めからこっち行く予定でしたみたいな、うん、謎のプロストーカームーブみたいなので、はい、無駄にポカリセットを噛んで買い、うん、戻ってさ入ってたら入ろうとした瞬間にそのおじさんがバッ出て、うん、どっか行って、うん、あ住民じゃなかったんだみたいな。5分ぐらい何やってたんだろうね。いや分かんないんだよ。事件の予感じゃない。そうっていうのを3回、うん、別の人なんだけどまた出たその指くねくねさして3回それがあったの気持ち悪い3回、うん、昨日の夜もあって。え同じおじさんじゃないんだよね。違うおじさん。まあおじさんであることは変わんないけど、なんかおじさんホイホイみたいな、なんかそのあるのかな、なんか女の子がいるんじゃないの。めちゃくちゃ可愛いモデルみたいな女の子がいるみたいな。そのうん本当に分かんない分かんないけど、それかなんか分かんないけど、そのおじさんたちの好きなお酒とおつまみがこう置いてあってこうおびき寄せられてるみたいな。俺の家じゃん。野生のおじさんがだって前言ってたじゃん、なんか家入るとなんかすごい人がいた気配がする。ああそれ昨日もあってさ、うんうん、そのおじさんだったんじゃないのだから食器棚開いてるみたいな。なんでイチコ減ってるみたいな。イチコ減ってるあれみたいないうような感じでちょっと気持ち悪いんですよね最近。まあまあなるほどね。なんかセールスの人にしてはちょっと私服なの。だって昨日は休日の夜でしょ、うん、そうそうそう。しかも遅くない昨日帰ったの。結構遅い。もうだ12時ぐらいよ。だよね終電ぐらいで帰ったもんね、うん、なんか昨日のおじさんに関しては、うん、あの結構急ぎ目で駆け足バッて出てって。それ事件じゃないマジで。やっぱり思う。いや俺もそう思ってんだよ俺のこと待ち構えたのかなと思って、うん、その自分のさ、なんその溢れ出す知識は何なの？その自分かもしれないっていう俺いやついにじゃないでしょ。なやっぱオカルト捜査官してっからさもう3000人もね登録者がいるからやっぱね最初に来る熱烈なファン、うん、おじさんの嫌すぎるお前嫌すぎるとか言うなお前ありがたいことだろお前せめて声かけてほしいじゃんだってこそこそするおじさん。こそこそバーってって、しかも俺の前で出てくんでしょ。やめてほしい。あみたいな。横山さんだと思いながら多分出てってるから。怖、うん。なんかそれで自分のさ、うん、部屋の階段を外階段をさ登ってたら、うん、階段にめちゃくちゃでかいセミが2匹ぐらいくっついてて、うん、あこの季節かって。そのセミを見て逃げたのかもしれないとも思ったおじさんが。うわセミいる登れないって。番犬的な。そう。バンセミが住人の人なんだけど、うん、セミが怖くてもう部屋に帰れなくて、うん、多分駅前のカプセルホテルに泊まってるどんだけ怖いんだよセミ。セミ怖いじゃんバチ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 みたいな。でもセミいたらさ、うん、その道避けるよね、うん、あ行きの時あそこにいたなと思ったらさ、うん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 、帰り別の道通るぐらいには嫌だよね、うん、うちの場合さその2階3階に目隠しみたいなのがついてるから、うんうん、セミがその階段に入り込むともう逃げらんないのね。二度と出られない死ぬまで出られなくて最悪すぎあれ夏になるとあらゆる虫とそこで遭遇することなんだけど、うん、一本道のさ通路とかでさ、うん、もうセミいたらさ、うん、もう本当それこそ帰れなくなるよね、うん、えみたいな嘘でしょってなるよね。でもセミもすごいビビってるんだと思うよビビビビビビわーって向こうからしたらこっちもさめっちゃ大きい音出す人たちってなって、あそうだよね、そうだよね、うん、逃げようとしたらめっちゃ大きい声でわめくうわー確かに、はい、セミ視点もあんまり考えたことなかったですが、はいはい、そんなことどうでもいいんだよそんなことどうでもいいだろう、はいはい、決まりましたね。決まりましたね。ツイートしてしまいましたから。ツイートしちゃいましたね、はい、来たる9月2日はい2023年9月2日土曜日、はい、時間未定場所未定そんなことあるまあおそらく、はい、今の俺の予定だと、うん、渋谷、
ほう新宿ほう北参道とかの辺りで、ね、北参道、まあ、だから渋谷と新宿の間だから、うん、北参道は、うんうん、なるほどね、はい、のあたりで、ね、はい、時間はまあおそらく昼過ぎとかじゃないですかね。なるかな、夕方とかの方がいいんじゃない、うん、でも夕方だとさ、どうのどうなんだろう、なんか2時ぐらいでいいんじゃない？2時ぐらいでいいか、うんうん、そうね、12時半か12時半開演だと早いな、会場だと、うんうん、1時15分開場、2時開演みたいな感じで、うん、何やるんですか？公開収録、おお、やらせていただきたいと、はいはい、そうなんですよね、考えております。まあ路上会談もやろうとか、うん、いろいろ話してたんですけど、うん、ちょっと路上暑くねっていう話暑くねっていう話になって、はい、公開収録しちゃおうよみたいな、うんうんうん、ね、ことになりまして、はい、だからこの FOI ラジオとおそらくオカルト通信を、はいはいはい、まあ、1話ずつ公開収録できたらなと、うん、そうですね、はい、はい、思っております。詳細はまた決まり次第ではございますが、うん、何人ぐらいに呼べるようにする、まあでもキャパ的に10人20人ぐらい、10人か20人ぐらいだね、うん、先着でございますね、はい、9月2日もう予定埋めてくださいね、これ、はいはい、開けといてください、開けといてください、はい、ちゃんと、でもう先着ですから、ライバル3000人いますからね、あなたのあライバルって言ったんだよライバルライバルが30人いますからね、何言ってんだろうこの人って思った俺最近さ、うん、ツイッターでさ、うん、あの息子が字が汚いみたいなツイートがあって、うん、あのそのリプライに、うん、私の息子も帰国子女でずっと向こうアメリカにいたんで、うん、23になってもこんな字書いてますっていう字より汚かった自分の字が俺帰国子女なのかもしれないと思っててどこの帰国子女ってことにしようかなっていう、その滑舌の悪さもね、もしかしたら そこの言語に引っ張られてるのかな、ね、でしょ、そうじゃないんだよそういうことにした方がいいんじゃないかなと思ってて、まあ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 、うん、まあまあ、はい、はい、っていう、まあただそれだけなんですけど、はい、それだけですか、はいはい、来てくださった方にはね、はい、あのシールをねシールまだ送ってないの、送ってないからまあなんかさ、そのためになんか作ってもいいよね、あ、そうだね、そのイベント用のイベント限定ステッカーみたいな、缶バッジ、うん、なんか単価高そうじゃない、大丈夫缶バッジ単価高そうだよまあまあ、そうだから詳細は追ってという感じなんですけれども、はい、もう本日これをもって情報解禁とさせていただきますので、はい、まあ、メールでね、はい、あ、そうですね、先行募集かけますか、私どうしても行きたいです、私、はい、僕私、はい、行きたいですって人がいましたら G メールで、はい、先にちょっと席確保しておいてくださいみたいな、はい、チケット専用アドレスを開設いたしました、ああ、はい、はい、一致したことにして、はい、したことにしてメールアドレスのところだけ後で読んで、はい、差し込めばいいから、はいはい、ということで、はい、こちらのメールアドレスに、はい、ご応募ください、ご応募ください、先行先着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 ね、うん、うん、先着で、はい、20名様ぐらい、どうするこれ2000人ぐらい来たら接客だよ誰も来なかったあ、メールやっと来たと思ったら、うん、初期のあの確認のメールアドレスあなたのメールアドレスが開設されましたみたいなGoogle さんがメールをくれた、気を使ってメールくれたみたいな、うん、はい、はい、なので9月2日、はい、お昼過ぎ、うん、東京以上で、はい、はい、まだ第1弾情報解禁第1弾、はい、ちょっと詰めていくんだよねそうそうさっき思いついたからねこれ15分前ぐらいにやろうって言ったやつだから、うん、逃げられないようにツイートしとこ う, そ う, そうでもう日程決めちゃおうって言ってるだけだから、はいはい、ただまあもうこの日程告知してますので、やりますので、はい、やりましょう、はい、ちょっとご興味ある方はぜひ、はい、遊びに来てくださいと、まあ、ちょっと今回はあれですね、あのちょっと生意気ながら、うん、あのあれですよね、ちょっとお金をね、はい、頂戴しようと思ってる、そうですね、少しばかり8万円ぐらい一口8万円一口8万円そうですね、諸場代が払えるぐらいはちょっと嘘です、嘘です、はい、嘘というか、まあね、はい、はい、ちゃんとあの適正な適正な価格、はい、こういうのってさ、うん、生意気だよね、なんであんまりお金さあれだったらさ、うん、そう別に儲けを出そうと考えてないから、はいはい、そうそうそう、
持ち出しにできるだけしたくないっていう、ね、そうですね、そうそう話なので、はい、まあ登録者数3000人にちなんで、うん、3000万円とかで一口まあまあまあ、なんかそこら辺の細かい情報も追って、はい、お送りさせていただきます。10口来たら俺会社辞めるから3000万円でそれどれくらい税金持ってかれるのかな対策じゃなかったら6割とか持ってかれる、そうそうそう、4割、ね、5割、ケイマン諸島とかで行きたいよね、それに行かないといけない、はい、そういうことで、はい、また情報は追って公開させていただきますので、はい、ご興味ある方はぜひ先ほどのメールアドレスに、はい、はい、行きたいですっていうのを、あと何人ですっていうのを、はい、ダメですよ、なんか15人で行きますとかそういうのはダメですか僕たちを独り占めしようとしてみたいな、はい、ということで初イベントですね。そうですね、はい、はい、なのでこのね、うん、たどたどしい、そうそうそう、まあそうだよね今の時点ですでにたどたど、もうちょっとたどたどしいなので、はい、ちょっとや、はい、ぜひお越しいただければと思いますので、はいはい、ご興味ある方はぜひ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 遊びに来てください、はい、来てください、はい、ということで今週はですね、はい、最強戦で、はいはいはい、ちょっとお話、まあ初戦敗退してはしまったものの、はいはい、まあ、話自体はねちょっと面白かったと思うんですよ、うんうんうん、でまあもう聞かれた方もいるとは思うんですけども、ちょっとその話とあとはまあもう一話ちょっとそこをご紹介できればなと思っておりますので、はい、ぜひお楽しみくださいませ。はい、お願いします。お願いします。FY Radio、はい、というわけで本日第1話目のお話なんですけれども、はい、これは最強戦の1回戦で話させてもらったお話で、うん、はいはいはい、まああれさすごい短かったじゃん、3分だったから、うん、まあキュッとしたんですよ、うんうんうん、元聞いた話を、なんだけど、まあせっかくなんでフルバージョンをここで話させていただければっていう感じなので、まあ一回聞いたよっていう方もこれ初めて聞くパートも結構あると思うので、ちょっとぜひ聞いていただければっていう感じなんですけど、はいはい、この話もともと聞いたのは S さんっていう男性の人で、今30代の後半ぐらいの人かな、なんだけど、俺がちょこちょこ行ってるバーがあって、そこの常連さんの男性の人なのね。うん、で実は K も一回会ってます。あ、そうなの？あのね、内装業やってる人。ああ、はいはいはい。その人、多分後輩の人とかとなるんですよ。うん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 。その人から聞いた話で、はいはい、あの人結構心霊系の話とか好きで、でなんかそういう話して、僕こういうチャンネルやってるんですとか言って、あ、僕結構持ってますよ怖い話みたいな話を前から聞いてたんだけど、うん、なかなかこう時間が合わなくてタイミング一瞬すれ違うみたいな感じだったから、うん、でそしたらこの間しっかり話せる時があって、うんうん、で聞いた話なんだけど、まあその人になんか体験ありますかって聞いたら、あ、結構うちのおじいちゃんの家やばくてみたいな感じで話し始めてくれて、で彼が小学校、まあ、低学年とかちっちゃい頃からさ、そのおじいちゃんの家が東北の方にあるらしいんだけど、まあ、夏とかさちょこちょこ遊びに行ってたんだって。おじいちゃんはお父さん方のおじいちゃんかな、うん、の家にその遊びに行ってっていうのやってたらしいんだけど、そこに泊まりに行くと、うん、そのめちゃくちゃ怖い体験するんだって。ほう。で彼は S さんは一人っ子だったらしいんだけど、親戚の人もどうやら怖い体験はしてるみたいな話はちらほら聞いたらしいんだけど、その後、うんうん、彼が体験したのは夜中に和服姿の男性が家の廊下をこう歩き回ってるのが見えるとか、で全然誰かも知らない人が、で顔が見えないんだって。なんかね、顔がこうもやがかってるというか、うんうん、こう揺れてて見えないみたいな感じで、顔は見えないんだけど男の人が歩いてるっていうのだけが見えたりとか、あとは寝てたら、一人で寝てたらしいんだけど和室で、うんうん、そしたらものすごい息苦しくなって、うん、体が動かないってなって、要は金縛りになって、なんだろうと思って目だけ開いたから開けたら、その男の人が、その人もすごい古い和服というかの格好みたいな人だったらしいんだけど、うん、はいはいはい、が自分のことを首をグーってものすごい形相でその時は顔見えて、うん、睨みつけるようにして自分の首を絞めてるみたいなことがあって、もうそれでなんとかこう悲鳴上げて体動くようになって、もうワンワン泣きながらその両親のところに行ってみたいな、お父さんに怖かった怖かったって言ったんだけど、
ちっちゃいながらにお父さんのリアクションが、うん、まあそんなことないから、怖いことないからみたいな感じじゃん、うん、普通、はいはいはい、そんなお化けなんていないぞみたいな感じなんだけど、うん、お父さんのリアクションが、うん、まあなあこの日はなあみたいな感じだったんだって、うんうんうん、だからなんか違和感を覚えてそこで、うん、なんでお父さんそんな感じなんみたいな、うんうん、お化けなんていないって言ってよぐらいの感じなんだけど、はい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 、まあこの家はみたいな感じだったから、あここなんかあんのかなって、うん思ったりしてたんだって、うんうん、で夏になるとさ彼以外にも他の親戚結構な人数いたらしくて、うん、他の家のいとことかもさ遊びに来てさそのおじいちゃんの家探検とかしたりするらしいんだけど、うんうん、蔵があったらしくて、へえ、敷地のところに、うんうん、結構大きい蔵だったらしいんだけど、うん、に入ったら蔵の柱とか、うん、天井とか至るところにびっしりお札貼られてた。へえ、で当時はそれがなんだかは分からないけど、うんはいはいはい、なんか気持ち悪いと思ってたって、うん、で今になって思えばあんなお札が貼ってあるのって尋常じゃないっていうのは分かるんだけど、うんうんうん、もう札が大量に貼ってあったのとかを見て、うわもうこの蔵来たくないと思ったって。で中でも一番自分の記憶に残ってるのが、彼が小学校5、6年生ぐらいの時に、うん、高学年の時だったらしいんだけど、それも夏で親戚いろんな人集まってて、うん、結構な本当大所帯というか20人とかわーってみんな集まってたんだって、そこの家に。でまあ飲み会になってっていうので、子供もさ夜はまだ遅くなければいるじゃん、うんうん、でそんな時にまあ大人の人はみんなお酒飲んでてみたいな、で知り合いのおじさんがいたらしいんだけど、うん、おじさんがそれまで普通に飲んでたんだって、普通にお酒飲んでたはずなのに突然、うん、自分の首を横に倒し始めたんだって、うん、でその倒し方ってもうなんていうの、首かしげるみたいな仕草なんだけど、うん、簡単に言うと横に倒すっていうのは、うんうんうん、なんだけど倒し方の勢いとかがもう尋常じゃないんだって、首取れるんじゃないかみたいな感じで、うんうん、普通さ首倒す時とかってさ筋痛めないようにゆっくりだったりとかさ、うん、力を入れすぎないように倒したりするじゃん、自分で倒すんだったら、うん、なんていうかその体を守るために本能じゃないけど働くじゃん、その、うん、実際なんか違和感あったりするしね、うん、防御本能みたいなのは、うんうん、防衛本能みたいな働くはずなんだけど、うん、もうそういうのゼロの倒し方なんだ、へえ、もう完全に首取れるよそれみたいな、うんうん、ぐん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 首をもう横に何回も何回も倒すんだって。へえ、でそれがもう見ててめちゃくちゃ怖くて気持ち悪かったらしいんだけど、うんうんうん、その倒してる筋が伸びる方の、うんサイドあるじゃん、うん、左に倒したら右側の筋、はいはい、張る方みたいな、張る方、はい、そこがもうねなんかね首が伸びちゃってるように見えるぐらいの勢いで倒すんだって、グングングンって、うんうん、でもう周りの人焦って、うん、お前やめろやめろって言って止めるんだけど、うん、もうなんかもう言葉が通じてない感じで、うん、意識あんのかないのか分かんない感じで、もう何十回もひたすら首を横にグン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 グずっと倒してんだって、もうパニックじゃん周り、うんうん、そんなになっててもう明らかに首おかしくなってんだって、うん、でそのまんま結局みんなでこう首とか押さえて止めようとするんだけど力すごくて止まんなくて、うん、そんなことやってるうちに床にバタンって倒れたんだ、でもう焦ってさ、うんうん、救急車呼んでってなるんだけど、で病院行ったら結局その首ぐんぐんやってたのが原因で頸椎を損傷しちゃってて、でもうそっから先もう首から下は一切動かない、もう麻痺しちゃった状態でおじさんは、うんうんまあ、生きていったらしいんだけど、へまあその後意識戻ったんだっておじさん、うんうんうん、だけど全く覚えてないんだってその日のこと、その日のことっていうかその飲み会以降の記憶がもう抜け落ちてるらしくて、うんうん、だからもうおじさんからしたらそのおじいちゃんの家で飲み始めたら、うん、あのもう記憶がなくて次目覚めたらベッドの上で下半身というか、まあ下半身とかもう首から下は動かないっていう生活になっちゃってたっていう、だからもうまあ悲しいというかひどい話だよねっていうのがあって、彼はそれを見てたからもうめちゃくちゃ怖くてなんかもうトラウマになってたその光景が。で結局その後中学校に上がってとかなるんだけど、もうね夏のそのおじいちゃんの家に行くのを拒否してたんだって、うん、あまりにも怖いから、うんうんうん、もう見たくないみたいな、あんま行きたくないみたいな、その金縛りとかで幽霊見んのも嫌だし、うん、なんか変なこと起きんの見んのも嫌だから、うん、あそこ行きたくないって言って、でそういうのさ子供がダダこねたらさ親って
たしなめるというかさ、はいはいはい、ダメだみたいな、そんなこと言ったってなるじゃん、うん、だけどやっぱりお父さん強く言ってこなかったの、へえ、そっかみたいな、じゃあお母さんも残るかみたいな感じで、うん、じゃあ俺だけ行ってくるわみたいな感じで、お父さん一人で実家の方帰るみたいな、夏にとかがある感じで、だからしばらくもう本当にもうそのおじいちゃんの家に行かなかったんだって、それ以降あまりにも怖いから。なんだけど高校生ぐらいになった時にすごい心霊ブームじゃないんだけど、なんかテレビでめちゃくちゃそういうのが放送してた時期があったんだって、はいはいはい、多分アンビリーバボとかだと思うんだけど、話してた感じとかで、まあ確かにやってたじゃん俺らがちっちゃい頃もさ、うん、ね、でめちゃくちゃその周りでも心霊話とかそういう怪談とかが盛り上がった時期で、それこそ夏とかめっちゃ盛り上がって、なんか怖い話ないってなった時にやっぱ真っ先に思い出したのは、そのおじいちゃんの家で自分がした金縛りだとか、ちょっとおじさんのその首の話はあまりにも気持ち悪いし、なんか関係があるとも思えないから、うん、なんかよくわかんないからそれは話さなかったらしいんだけど、でもまあその自分は少なくとも金縛りにあって霊を歩いてるのを見てと思ったんだけど、そういえばあの家ってお札あったりとかなんか変だったよなって思ったんだって、うん、高校生になってで興味が出てきたんだって、もしかしてなんかあそこ変なことのある家なのかもしれないって、はいはいはい、興味が出て、うん、行ってみようと思うんだって久しぶりに、うん、はいはい、でその夏にお父さんが帰るタイミングで、なんか久しぶりにおじいちゃんの家行きたいみたいなこと言ったら、いいよ一緒に行こっか久しぶりにみたいな話になって、まあ家族で行ったんだって。で、まあお酒飲んじゃダメなんだけど、まあさ、まあ、親戚の集まりでちょっと舐めるぐらいっていうことにしておくけど、まあ未成年飲酒は禁止ですから。まあでもまあなんかその飲み会の輪に混ざっていろんな人の話を聞き始めたんだってその時に。で、どうにも興味があったのが、その蔵の話とかっていうのの話をしたら、はいはいはい、酔っ払ってるから周りの人、うん、結構いろいろ話してくれたんだって。で分かったのがどうやらその江戸の終わり、江戸時代の終わりくらいから明治の頭とかにかけて、斬首刑ってあるじゃん、はいはいはい、罪人の首を切る斬首刑っていうのがあって、その首を切られる罪人たちが、刑を執行される首を切られる、前日に留置されてた場所があったらしくて、牢屋みたいなの、はいはいはい、それが例の蔵のあたりだった。へえ。てか多分その蔵の建物とかがそのまんま使われてたんだ、うん、ああそうだったんだ、そう、うん、でだから多分そのお札とかいっぱいあってあるんだよねみたいな、みんな知ってるからそこのことはなんだよねみたいな話になって、マジっすかみたいな。でだからうちの一族だから、そのおじいちゃんの家系の人ってそれの恨みかわからないんだけど、首に怪我を負う人めっちゃ多くてさ、うーん、で、はっと思うのが、うん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 、前自分が小学校の頃に見たおじさんが首ぐんぐんやってたのも、はいはい、あれもしかしてそうだったのかなみたいな。でよくよく考えるとそんなことになったのに、もちろんその瞬間はみんな大騒ぎしてたけど、うん、その出来事自体をみんながなんか受け入れてる空気があった気がするんだって。その首を怪我する人がいるみたいな、はいはい、その状況おかしいじゃん明らかに、うん、だけどみんななんかそれを受け入れてたような空気があったのが、なんかあの気持ち悪さというか違和感が全部自分の中に蘇って、うん、ああそういうことだったのかみたいになるんだけど、話聞くと本当に尋常じゃない数首に怪我してる人がいるんだって、うんうん、その一族の男性ばっかりらしいんだけど、あの最近の話だとみたいな、その数年の話聞いた数年とかのうちの話だと、もうプレス機工場で働いてる人がいたらしいんだけど、はいはいはい、プレス機でなぜか首というか頭から上を挟まれて、ぺしゃんこになって亡くなった人がいたりとか、うん、それも相当な話なんだけど、うん、あとは家の中で何にも段差ないところで転んで頭を打って、で首の骨を折っちゃった人がいたりとか、その人は亡くなってはいなかったらしいんだけど、首の骨折れちゃった人がいたりとか、もうね昔からありとあらゆる人が首を怪我するんだって、その男性が、その家系のみたいな話をして、みたいな、そんなのってでもなんでみんな
お祓いとかしないんですかって聞いたら、いやそんなお祓いなんてやってるに決まってるじゃんみたいな、はいはいはい、話になって、うん、お祓いしてももう払いきれないんだって。そこのその亡くなった人たちの怨念なのか、うん、もう払いきれなくて、もうだからもうみんなやってるけど、お祓いは未だにやってるけど、もうそんなん絶対払いきれるもんじゃないから、うんうん、どうしてもそうやって首怪我する人は出てくるんだよみたいな話があって、 うわやっぱそういうことなんだみたいな話になって、で結局まあもう今となってはおじいちゃんも亡くなってるから、そこのお家は継いでる人いるって言ったかな、でももう行ってないんだって、ずっと東北のその実家にはもうそれから全然行ってないらしいんだけど、まあそんな家がありましたよみたいな、だからそこの家ほんとやばいんですみたいな話を聞かせてくれて、うんうんうん、壮絶な話じゃん。すごいね、めちゃくちゃすごい、うん、そのおじさんの首の話とかめちゃくちゃ気持ち悪いし、うん、うわーやばいっすねみたいな話をしてたら、うん、それを話してる本人がちょっと首を気にしてんの、なんか、痛そうなんじゃないけどリアクションあるじゃん、うんうんうん、たまになんかこう手をそこの首に当ててっていうリアクションをしてるから、うんうんうん、まあ悪ノリでもないけど俺も首大丈夫ですかって聞いたの、うん、そしたらその人がいやーなんかちょっと寝違えちゃったみたいで最近って言ってて、うんうん、おーマジかと思ってさ、まあそんな首の話聞いたとこだから首ほんと気をつけてくださいねとか言ったら、うん、ああそうだねみたいな、首気をつけなきゃだよねみたいな感じで、まあ、話聞かせてくれて帰っていったのその人、うんうん、でいやいやすげえ話でしたねって言って、俺とそのバーテンの人は2人になったから、うん、その人帰ってちっちゃいお店だからさ2人になって話してたら、もうそのバーテンの人割と普段おしゃべりな人なんだけど、うん、ずっと黙ってんの、うんうん、うーんみたいになってて、えなんすかなんすかって言ったら、いやちょっとさっきの話俺初めて聞いてみたいな、俺あんまその心霊話とかするね好きだけどする人ではなくて、うん、俺がいたから聞かせてくれたみたいな感じらしくて、いや俺初めてあの人の話聞いたんだけど S さんの話って言って、いやちょっとあまりにも気味悪くてさっき言えなかったんだけど、この間つい、まあ、数日前その S さんが飲みに来たんだけど、その時に酔っ払ってたのかわかんないんだけど、うん、ほんと話してたら突然 S さんの顔が表情がなくなったらしくて、うんうん、えって思ったんだって本当に。まあ常連の人が何人かいて、でみんなでワイワイ話してる時に突然能面みたいにピキンと顔から表情が消えて、うん、S さんのどうしたんだろうと思ったら、 S さんが突然ものすごい勢いで首を横に倒し始めたんだ。へえ。ぐん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 、もうそれこそ首取れちゃうんじゃないかっていうぐらいものすごい勢いで何回も何回も首を横に倒すんだって、うん、でもう周りええってなって、うんうん、やめろやめろやめろっつって、で S さんを止めてさ、うん、で首なんとかその倒さないようにしたんだって、うん、そしたら S さんええなんすかなんすかみたいになって、うん、いやいや今首すごい勢いで倒してたよみたいな話したんだけど、本人いえそんなことしてないっすよみたいな感じでこう全く覚えてないんです、そのこと、うんうん、でその日まあもうそのまま結局帰ることになって S さんは、うん、帰って、で次にまたお店来た時に、うん、この間首大丈夫だったみたいなことを言ったんだって、うんうんうん、どうした大丈夫だった首大丈夫みたいなこと言ったら、全くその時の記憶ないんだって、何言ってんすかみたいな、何もないっすよみたいな、でいや寝違えたのか首痛くてみたいなこと言って、でその様子が本当に覚えてない感じで、うんうん、気持ち悪かったからもうそのバーテンの人それ以上聞かなかったんだって、首倒してたよあの時とか詳しいこと言わなくて、もう本当にあそうみたいな、本人が寝違えたって言うんだったらじゃあそれでみたいな感じ、あそうって言って、そのまんまそのバーテンの人の中ではその話題は封印してたというか、でそしたらもうすぐに俺が来てその話が始まったから、でそのおじさんの話とかを聞いて明らかに重なるじゃん、うんうん、でも本人はなんで全く覚えてないんだろうねみたいな、怖いよねみたいな話になったのがつい先日でございました。FY Radio。はい、というわけで、はい、本日第2話目のお話なんですけれども、まあ、ちょっと1話目が
重めだったんで、はいはい、軽いっていう話でもないんだけど、怖いともちょっと違うお話になるんですけど、うんうん、2話目はこれ俺聞かせてもらったの結構前で1年以上前かな、あのアメリカ行ってた時あったじゃん、はいはいはい、そのアメリカで聞かせてもらった話で、うん、まあアメリカ人の人なんだけどから聞かせてもらって、今ね50代ぐらいの男性の人なんだけど、うんうん、から聞かせてもらった話で、その人がもうほんとちっちゃい頃からおばあちゃんが近くに住んでたんだって家の、うん、でめちゃくちゃおばあちゃん子で、もうほんとちっちゃい頃からよくおばあちゃんの家に遊びに行ってっていうのをやってて、でね、なんかそれこそいろいろおばあちゃんのレシピみたいなのがあって、いまだになんかそれが好きでこんな料理作ってんだみたいな話とか聞かせてくれてみたいな、ほんとおばあちゃん子だったらしいんだけど、彼が二十歳過ぎて、社会人になって働き始めた時に働いてたのが、そのおばあちゃんとかいる、まあ、実家のあるホームタウンみたいなのがあって、そっから 4,500 キロ離れた、まあ、町で、うん、大きい町で働いてたので、シカゴだったかな、なんかで働いてたらしいんだけど、で普通に忙しくさ毎日を過ごしてたらしいんだけど、うんうん、おばあちゃんまあもう体調がその頃優れなくなっててっていうのもあって、うんうん、結構心配はしてたんだけど、だから長い休みがあったら会いに帰ってっていうのよくやってたんだけど、なかなかさその 4,500 キロ離れてたらさ毎週のように会いに行ったりはできないじゃん、うんうん、東京と大阪ぐらいの距離かもう、そんなもんだよね、だから結構離れてるからそんな会いには行けなくてっていう感じだったらしいんだけど、そのある時の夜にもうほんと夜中だったらしいんだけど、うん、12時とか夜中に電話かかってきて、親からおばあちゃんいよいよかもみたいな感じの連絡がかかってきたんで、でまあ体弱ってたとはいえもうちょっとこう時間はある、猶予はあると思ってたから、もうめちゃくちゃショックで、うん、どうしようってなったんで、でまあもう迷わずすぐにじゃあ今からおばあちゃん会いに行くって、今夜山みたいな話になってるし、もう絶対に会いに行くっていうのを言ったんだけど、まあ、当然その時間だと飛行機とかもないし、うんうん、で、まあ、バスもないし電車も通ってないよね、だからもう車で運転するしかないわけで、 4,500 キロってさ、まあ車飛ばしてもさもうかなり時間はかかるじゃん、数時間かかるじゃん、でもまあそんなこと言ってらんないからすぐに準備して車飛び乗って、そのままフリーウェイというか乗ったんだって、ハイウェイ乗って、うん、でまあ向こうのさ高速道路というかハイウェイでめちゃくちゃさ車線数多いのよ、あめっちゃ道広い なんていうか、うん、まあまあ街シカゴのあたりとかはまああれだけど、うん、直線のあれだけど、うん、まあもっとね田舎の方行ったらもっと広いしみたいな感じだったらしいんだけど、うんうん、でまあ東京の首都高とかとはもう比べ物になんないぐらい広くて、うん、スピードもめっちゃ出てるしみたいな感じのとこらしいんだけど、うんうん、すぐにまあ車飛び乗ってさそのハイウェイ乗ってシカゴの街のところだからすごい広いやつなんだって、うん、で走り始めたんだって、でほんと走り始めてそのハイウェイ乗ってもう5分経たないぐらいの時にその道の、まあ、夜中だからそんなに道は混んでなかったらしいんだけど、道の端っこのところに結構先のところに女性が立ってるのが見えたんだって、うん、でヒッチハイクしようとしてるんだって、おでなんとなくさ俺その話聞いた時、まあ、アメリカだったらヒッチハイクとかそういうのよくあんのかなってちょっと思ったんだけど、はいはいはい、今考えると、うん、明らかにおかしいんだって、うん、っていうのも、まあ、そのフリーウェイとか田舎道だったらあるかもしれないけど、うんはいはいはい、そのシカゴのところのってめちゃくちゃもう街のなんていうかそれこそ首都高みたいな、うん、人が入りようがないとこだったんだってそこって、うーん今考えると人が絶対に歩いて入れるところじゃないから、そこでヒッチハイクをするっておかしいわけ、はいはいはいうん、で車ものすごい勢いで通ってるところだし、なのにその人何にも疑う気持ちがその時起こんなかったらしくて、うん、あ乗せてあげなきゃと思って、うん、車、まあ、通ってるところの端のところに止めて、うん、乗りますかって言って、うん、その女性を乗っけてあげたんだって。でそしたらなんか ありがとうございますみたいな感じで乗って、乗った瞬間になんか懐かしいなと思ったんだって、うん、なぜか分かんないけどなんかそういう雰囲気があってなんだろうなと思って、でどこ行きますかって言って、自分はおばあちゃん既得でさホームタウンに急いでるわけなのに、うんうん、その時はどこ行きますかって聞いたら、うん、
その横に座った助手席に座った女性が言ったのが自分が目指してるホームタウンの名前だった。うーん、そうなんですね、僕もちょうど向かってるんです、じゃあ行きましょうって言って、うんうん、車出発したんだって。そしたら本当その普通のさ、街中でもないけど、その街を出てすぐのさ高速に乗って走ってるところで、いきなり目の前が一面の霧の景色になったんだって。へえ、ってなるじゃん、うんうん、霧だってそんな街中で霧が発生することなんてないから、うん、えと思って、でもまあ車走らせてるから止まるわけにもいかないし、うん、で霧の中にこう車入ってったんだって。で本当に数十秒ぐらい間隔では霧の中をさ、前がこう見えるか見えないかみたいなのをさ、でもまあ道はまっすぐなはずだからと思って走ってたら、うん、霧からふって抜けたんだって、うんうん、でああよかったと思って、何だったんだろう今の霧って思ったら、自分が目指してたその実家のあるホームタウンに着いてたんだって。ええってなるじゃん、うん、で時計すぐに見たんだって、うん、だからさっき例えばさ夜中のさ1時に出発してたとしたら、うん、そこに到着するのって5、6時間後の予定だったわけ、うんうんうん、まあ車飛ばして4時間でつけるかなみたいな、4時間5時間つけるかなみたいな、だから明け方に着く予定だったらしいんだけど、うん、時計見たら1時に出発してたとしたら1時15分なんだ、15分しか経ってないんだって。はぁってなって、うんうん、で横の人もさあっと思って、今霧みたいな感じで話しかけようとしたら、うん、いないんだって。横の人があれと思って、うん、何これって思ったんだけど、その女性の人がいなくなったって思った瞬間に、うん、ハッとしたのが、うん、その若い女性だったらしいんだけど、うんうん、自分のおばあちゃんが若い頃にそっくりだったんだって。写真で見たことある若いおばあちゃんにそっくりで、うん、あれおばあちゃんだったと思って、うん、でとりあえずホームタウンついてるから夢じゃないし、うんうん、おばあちゃんの病院いる病院に行こうと思って、そのまま病院に向かって、うん、家族と会ったらえってなってたって家族も、うんうんうん、何どういうことみたいな、さっき電話したよねみたいな、うん、でそうなんだけど、いやなんか車飛ばしたらついてみたいな、みんないやいやいや、ええどういうことってなってんだけど、まあとりあえずおばあちゃんに会おうって言って、うん、おばあちゃんの最後を見取ることができたの。へえ、なんだけど未だになんであの霧が何だったのかも分かんないし、おばあちゃんをヒッチハイクで拾ったっていうのもよくわかんないし、でその後おばあちゃんの写真を若い頃の写真をチェックしたんだけど、やっぱりあの時ヒッチハイクで乗せた女の人はおばあちゃんだったと思って、若い頃のおばあちゃんだったんだと思うって彼は言うんだけど、何だったんですかねあの霧みたいな話を聞かせてもらいました。FY Radio。 エンディングです。はい、というわけで、おはいでかはっみたいな軍隊ですかあなた、はい、失礼しました。いえいえ、とんでもないです、はいはい、というわけで、まあ、2話話させていただきました。はい、はい、ありがとうございます。いかがです。いやいや、そんな別にありがとうございます、うん、マッチしてないですけど僕お礼はみたいな空気出してないはずなんだけど、いやいやいや、うん、どちらも面白い話を、うんうん、まあなんか1話目強烈じゃない？強烈てかあの尺の話をよく3分で話したなっていうのが、うん、まあだいぶ詳細を削ってたからね、うんうんうん、あの3分で話したのはね、うん、なるほどね。そうそうそう、そんな話だったんですけど、なんかその一族の人たちがさ、うん、まあ、首に関連する怪我をしてしまいがちっていうところでさ、うん、なんか、うん、その何おじさんもそうだしさ、その話を聞かせてくれた人もさ、うん、その怪我した当時の記憶がないってするとさ、うん、だからプレス機に挟まっちゃった他の人とかもさ、うん、なんかね、そう思う、意図的にっていうかさ、自分から彼らは乗っ取られてとか、うんうんうん、多分意識ないままそういうことになってんだろうなって思って、うんうん、怖いよね。怖いよね。でね、なんかそれは割とここ
十数年とか数十年ぐらいの間に起きた事故なんだって。うん、そのおじいちゃん以降の人たちの、その男性の家系で起きた事故らしいんだけど、はい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 、それ以前も、うん、やっぱめちゃくちゃ首に関する事故あったんだって、昔からどうやら。でまあまあ詳しいことはそこら辺は分かんなかったらしいんだけど、うん、でも昔からそうらしくて、お祓いはすごい読んでたけど、うん、みたいな、もう無理ですって言われてたみたいな。今どうなってんだろうね。ね、他のだからなんか話聞くと結構な数いたみたいだから、いとことかも含めたら、うん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 、どうなってんのかなっていうのは気になるよね。ちょっと今度会ったら聞いてみたいね。うんうん、これ都市ボーイズさんとかだったらちゃんと取材行くんだろうね。そう怖くて行きたくないよね。よく行くよね、早瀬さんとかってさ。確かに、ね、俺なんかしかもさ、俺らはさ霊感ないけどさ、うん、早瀬さんとかってさ普通に霊感ある人じゃん。うんうん、行って変なもん拾っちゃうとかいう心配ないのかなみたいな。もうなんか呪物が多すぎて、うんうん、あの人自体がもうなんか陰の気を放ってるから他のが近寄れないみたいな話前もさ、うんうん、番組でしてたけどさ、いや俺そこまでこう全振りするオカルトに全振りできる自信がないなと思って。すごいよね、うん、やっぱり。やっぱなんか今ぐらいの距離感がちょうどいいなって思っちゃうの。どうしても怖すぎて。そうだね。なんかそんなんで自分もさ、うん、首の怪我とかしたらさ、うん、怖いじゃん。嫌だよね。そうで、あの昨日さ、だからその、うん、最強戦、うん、の配信があるときにさ、あれは映像ありでやったじゃん、うん、で俺さ全然さ意識なくさ、その始まる前にさ首をこう横に振ってたの。はい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 。まあ多分普通にストレッチとして俺はやってるんだけど、うん、別にそんな自分で意識することなく 首をこう振ってて、それをさなんかコメントに書かれてて、お山本さん首振ってたみたいなこと言って書かれてて、うん、そんなリアクションしたって自分は意識ないから、うんうん、見直したら確かに自分が首を横に振ってて、うん、うわ怖い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 と思って気持ち悪いみたいなのを思って、いやまあまあよくやるリアクションですからな、首をね横に曲げるなんて別に関係はないと思いますけど、めちゃくちゃ怖かった俺は。けどだからなんかそんなこと起きるから取材とか行きたくねえなみたいな、確信に迫るようなことをしてしまった時とかね、そう思うけど、やっぱりでもなんかね、俺がすごくこの話聞いてて謎だったのは、謎っていうか、そこ行くのと思ったのは、首切ってた人ではないじゃん。うん、そうだよね。その執行人ではない、ね、執行人ではないじゃん、うん、山田浅右衛門じゃないけどさ、うんうんうん、ではないわけじゃん。なんその土地を留置所として貸してたのか分かんないけど、うんうん、その牢屋を置いてた土地、やっぱ一族っていうか、うん、土地に対する恨みみたいな感じなのかな。そうするとそのコミュニティ全体とかに対してのするのかもしれないね。そうか、だからそこに住んじゃってたからその一族の人が受けやすいみたいなことなのかな、不思議だよね。でもなんかそのそういう役回りの人がいるっていうのを知らなかったし、ああそうだ ね、なんか留置所じゃないけどね、うんうんうん、そんなんあるんだっていうのも俺も確かに初めて聞いた話だったから、うん、そう、それはいろいろ面白い、面白いって言っちゃダメだよね、だけどうん、すんげえ話だなって思ってさ、すごい話だね、うん、っていう感じでごじゃあした。はいはい、2話目は、はい、うん、まあいい話というか、うん、不思議な話だよね、うん、すごい。そうなんかこう霧の話って俺でも誰かがしてたんだよな、銀杏ボーイズの、うん、ミネタ、うんうん、さんボーカルの、うんうん、でめちゃくちゃなんか怖い体験してるみたいな、あそうなんだ、なんかで聞いて、うん、読んだのかな。で確かライブがあって、で東京から北関東の方で次ライブあるみたいな、うん、翌日みたいな感じで、でバンドメンバーで、うん、首都高乗って、それこそ、うん、で他のマネージャー陣とか別の車で移動しててみたいな感じだったらしいんだけど、うんうんうん、だから、まあ、ほぼ同時に出発して、で
まあ首都高乗って、したら霧がかってて、首都高がええー、と思って霧入って抜けたら、うん、その群馬だかなんだかについてたみたいな。おで時計見たら本当数十分とか20分しか経ってなくて、うん、えってなって、うん、すぐその後ろ後続だったマネージャーさんかなんかに電話して、うん、今ちょっともう群馬ついたんですけどみたいな。いやいや何言ってありえないでしょみたいな感じになって、いやいやいやマジついてますよみたいな、さっきホテルチェックインしてていいっすかみたいな。へえ。はみたいななって、いやだってだタイミング一緒やね出たのみたいな、はい、どうショートカットしてもその時間に着かないみたいな時間に着いたみたいな話がねあった気がするの。へえ。そうそうそう、だからうわすっげえ似てると思って、まあその順番的には多分ねそっちの方を先に聞いたんだけど、うん、アメリカで先に聞いたんだけど、うんうん、なんかでそれを見たか読んだかして、みたいな、あの話と一緒だと思って面白い。そうそう、まあまあでも彼の場合は、うん、そのアメリカの人の彼の場合はおばあちゃんの若い頃のさ、おばあちゃんをヒッチハイクで乗せるっていう謎の工程があって、うん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 、それも不思議じゃない？不思議だよね。おばあちゃんがやっぱ会いに来たのかな、うんうん、と思いきやさ、別にその若いおばあちゃんと大して会話もしてないわけじゃん。うんうんうん、ホームタウンに行きますっていう話をして、じゃあ切り抜けていて、うん、まあだから、まあそれでおばあちゃん最後は見とれたわけだけど、うんうん、お面白いなと思って。面白いね。不思議な話と思ってさ。でもそういうさ、瞬間移動みたいなさ、うん、話ってさ、結構あるみたいね。いろんなところで。うんうんうん、あるみたいで面白いなと思って、うん、気がついたら知らないところにみたいな、意識が飛んでたんですみたいな話とはまた違うからね。違う、そう、時間の明らかな短縮が起きてるわけ、うん、完全にワープしてる。そうそうそう、うん、不思議だな。ワープって、うん、ねえねむのさ、なんかワープみたいなのあるじゃん、うん、あの宇宙戦艦のワープみたいな、うんうん、あれってさ宇宙にある全エネルギーを使ってもできないみたいなさなんか話があるじゃん、はいはい、科学的にはなんか、うんうん、宇宙にね現存してる全てのエネルギーを使ってもワープはできないみたいな、うんうん、でもなんかそういうさ話はあるわけじゃん、うん、と思うと突発的にはありなのかみたいな狙ってはできないのかみたいなさ。でも壁すり抜けられるみたいな、ね、そうそうそう、2つのさ、うん、話の共通点ってさ、どっちもちゃんと目的地についてんだよね。うん、不思議だね、それが、うん、全然知らないところに、そう、全く知らないところに遠くに飛ばされてましたっていう話じゃなくて、うん、ちゃんと目指してたところについてるっていうのが、うんうんうん、どういう、誰の意思なんだろうそれみたいなさ、うん、不思議だな、面白い話だな本当に。面白いよね、うん、と思ってそんな話を、うん、思い出し、はい、そう久しぶりに話しましたけれども、はい、はい、まあ、今週はそんな2話でございました。ありがとうございます。いえ、こちらこそ、はい、はい、というわけで、まあ、番組ではお便り、はい、募集しているんですけれども、はい、まあ、オープニングでも申し上げました通り、はいはい、来たる2023年9月2日土曜日、はい、何時にしますかオープニングの時は多分昼過ぎって言ってたけど、はい、2時ぐらいにする。2時ぐらい。2時会場。2時、あ、違う、1時、1時半。1時15分会場。1時15分会場。2時開始。2時開始。都内。都内、某所。某所。おそらく新宿、はいはい、渋谷近辺、うんうん、で、はい。公開収録。公開収録。させていただきます。いつものね、はい、我々の。番組を、はい、まあ、この番組とかね、あとはオカルト通信の収録なんかもしたりとか、はいはい、まあまあそうですね、ちょっとなんかスペシャルな企画とかがあってもいいかもしれないですね、はい、そこは収録するかしないか別として、はい、というようなイベント、盛りだくさんのイベント、なんとステッカーもついてくるみたいですね、はい、記念ステッカーですよね。記念ステッカーもついてくるということで、はい、お値段なんといくらにする一口、さっき8万円とかふざけて言っちゃったけどさ、いくらぐらいが妥当だと思う？3万。3万だよね。やっぱ俺も今3万っていう数字が頭に浮かんだからやっぱ割り切れちゃうとさ、まあそうだね、縁が切れちゃうみたいな感じになるからね、うん、
3万。3万も別に割り切れるけどな。何で割るかによると思うよ。割り切る、うん、みたいな。素数ではない。割り切れちゃうなと思ったけど。まあまあ。はい、3万にすんの嘘です。はい。はい。2000円。2000円ですか、はい、?3 万2000円で。3万2000円。じゃあ、端数を切って。端数を切って。3万円で。2000円で2000円で、はいはい、2000ぐらいにしますか、はい、はい、2000ぐらいまたでも詳細ね、詳細はい、ま、は別で、はい、別途ツイッターとかで、ね、ツイッターで案内しますが、まあそんな、はいはい、先着先着20名程度20名程度で考えておりますので、はい、そうですね、はい、このイベントぜひ参加されたいという方は、はい、先着ですから、はい、急いでメールをください、はい、メールアドレスは FOI 予約1991@gmail.com はい、の方にですね、あのメールをいただければ、ぜひ参加したいという風にですね、いただければ、あの、席を確保します。席を確保します。いたしますので、先着。はい。はい。ぜひぜひ。そうですね、当日飛び切りとかで、そうですね、まあ、あんま、うん、そのお友達をお誘い合わせの上だと嬉しいですけど、うん、20人20人連れてっていいですかみたいな、内輪のイベントみたいな、そうそうそう、そしたらちょっとあなたをねイベンターとしてちょっと僕たちのFY グループに参入していただければと思いますが、まあまあまあなんていうか数人でね、そうそう、他の方も、まあ、来たいっていう人はあんまりないかもしれないですけど、はい、まあまあ2,3 人ぐらいでね、そうですね、はいはい、多くても来ていただければという感じですけれども、はい、はい、なので、まあ、あの人数と、行きたいですという旨を、はい、お送りいただけましたらこちらからそちらにご返信させていただきますので、はいはい、ということでございますかね、はい、他ないですか、言っとかなきゃいけないこと、お便り募集しております、お便り募集しております、はいはい、なのでオカルト通信の方で読ませていただくお便りなんですけれども、はい、身の回りで起きた不思議な体験だったりとか、はい、恐怖経験ございましたら、どしどしご応募ください、はい、そちらの宛先は、はい、そちらの宛先は foiradio1991@gmail.com、はい、foiradio1991@gmail.com の方に送ってください、はい、どちらのアドレスもですね、はい、この動画の下の詳細欄にね、はい、書いてますよね、はい、きっと僕が忘れてなければ書いてあるはずなので、はい、メールアドレス間違ったりしないようにと、はい、ということで、はい、楽しみですね、はい、そうですね、はい、ね、来てくれるかな、来てくれる、どうする、もうすごい広い部屋でさ、ポツンとさ、うん、俺らが2人でさ、うん、収録してますみたいな、結局2人で配信する、収録することになりましたありそうだよねありそうと思って、うん、まあ、ありそうなんですけど、はい、そうならないように一人でもいいから来てください。親族以外で。親族。お父さんお母さんお誘い合わせの上来てください。そうそうそう、いざとなったらね。いざとなったら、まあ友達、友達、家族を。お友達いますか止血剤大丈夫なんで。ああ、何来てくれる人の友達、家族ね。じゃじゃ、俺らは俺らの血縁者をさ、お父さんお母さん。召喚はしたくないじゃない、うん、こんなイベントでさ。あ、そうね。そうそうそう。でも誰もいないってなったらそうなっちゃう、ね、文化祭みたいな、うん、文化祭っぽいね、うん、そう、まあでも我々の記念すべき第1回イベントでございますので、はい、ないよね今までやった、そうだね、ないもん、ね、ない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 よね、公式イベント、そうそうそう、公式イベントですか、はい、はい、ぜひぜひ、そうですよ、なんか重大発表もあるかもしれないですし、特にないけどもしかしたらね、はい、T シャツとかのグッズ販売はないけどタオルぐらいだったらないけど、ないな、うん、ないなはい、まあぜひ、はい、イベント来ていただければと、はい、楽しみですね、楽しみです、はい、まだ会場も取れていないので、はい、楽しみです、どうする、あ、うちイベントはダメですよとか言われたらあれ、あ、ってそういうんじゃないんで、そういうんじゃないんで、いや、ダメですよ、うち前日にすいません、明日中止で台風来ましたね、台風も怖いですけど、まあまあまあそうならないように、はい、はい、ぜひお越しくださいませ、はい、はい、ということで以上ですかね、はい、どうしました、締めの言葉お願いします、いつかあなたの住んでる街へお尋ねします、オカルト捜査 F O I、 ありがとうございました、ありがとうございました。